はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は料理のレシピを取りに行きたいと思います。モンスターが仲間になったけども料理がないから加えることができないよっていうこと、よくありますよね。俺もよくありました。でも今は料理レシピ全部取りましたので、すぐに仲間にすることができます。でもこの料理レシピが結構わけわからんところにあるんですよ。なので今日は3箇所、料理レシピを紹介していきたいと思います。まあ毎日ね、3箇所ずつやっていきたいと思いますね。結構あります。で、まずは、ここです。場所がね、オアシスの駅ですね。こっからスタートします。では、行きましょう。ちなみに、今回取るのは、匠のドロドロゲルサラダですね。食べたくないんだけどね。まあ、匠のドロドロゲルサラダは、窓ハンド系、メタルハンドとかを仲間にするときに、絶対必要になるやつになってます。なので必ず取るようにした方がいいですね。うん。やっぱり全部ね、コンプリートしたいので、ぜひ取ってください。で、取るにあたっては、モンスターが必要になります。それが、ジャンプ系、ハイジャンプだね。ハイジャンプをするやつと、そして、滑空をするやつ。その2体を、入れていってください。その2体がいないとちょっと進めないので必ず入れるようにしてください。まずはね、ここ岩場を、登っていかなきゃいけないんだけども、ここでねハイジャンプが必要になります。ハイジャンプを入れないと、進めないので注意してくださいね。はい、まあ、とにかくここのね、山の上です。山の上を目指してどんどん進んでいってください。もうそろそろ着きます。もうちょっとだね。山の上に来るとこうね、風が上に向かって吹いてるところがあるんですよ。ここで滑空を使います。で、普通に滑空を使っても途中までしか行かないんですよ。途中までしか。で、これ3箇所風が出てて、この3箇所の真ん中に行くと上にさらに上昇気流が出ますので、それに乗ってください。そうすると、一番上まで飛ぶことができます。で、飛びましたら、その目の前にある岩場のてっぺんですね。ここに、匠のドロドロゲルサラダのレシピがあります。地図で見ますと、この辺りですね。ここです。わかりにくいかな。はい、ここですね。駅がここにあって、こう来て、で、この岩場を登って、で、ここを滑空で上がって、岩のてっぺんですね。ここにあります。ここが匠のドロドロゲルサラダですね。絶対食べたくないやつなんだけどね。はい、ここを取ってください。では、次のレシピ行きましょう。それでは次に行きましょう。次は王のシードグラタンですね。グラタンを取りに行きます。これは、美味しそうかな。シードがちょっと気に入らないけどね。でも、このシードグラタンはものすごい使います。何かっていうと、キングスライム系、メタキンとかエメキンとかそのあたりを仲間にするときに必要になりますので、早めに取っておいた方がいいです。うまいこと渡れた。ここを渡ると、この上に行かなくてはいけません。うん、普通にジャンプしても、まあ、なんとか行けるかなぐらいだけども、ハイジャンプを持っていくと結構楽ですね。で、ハイジャンプで上を行きますと、ここ、地中に潜る場所があります。ここをね、地中に潜るで進んでください。そうすると、ここ、宝箱がありますので、ここにあります。王のシードグラタンですね。グラタンは美味しそうだな。では、次のレシピ、行きましょう。それでは、次のレシピを取りに行きましょう。次のレシピは、万人のマリネ、岩石味ですね。食べたくはないんだけども、岩石味。そう、ゴーレムの好物になります。
ルビーゴーレムとかね、仲間にしたいときには、取ってください。まあまあ、全部取った方がいいんですけどね。で、今回の、レシピ3つとも、ここ、オアシスの駅からスタートとなってます。わかりやすいですよね。で、今回は、オアシスの駅を出まして、オアシス、ここをね、泳いで渡ってください。そうすると目の前に、この岩がありますので、ここをハイジャンプですね。で、今回必要なのは、ハイジャンプ、そして滑空ですね。二人用意しておいてください。で、ここを進んでいきます。まあ、普通に進んでもいいんだけども、ダッシュのやつがいると、結構楽に進むことができます。メタルハンターの後ろ、ここを目指してください。そうすると、青い光が見えますかね。こっから滑空をしてくださいということだね。滑空で先に進みまーす。で、これ、進んだ先に、洞窟があるんですよね。この下のとこ。これ洞窟なんだけども。まあ、洞窟には入らずに、ここの岩場から、ハイジャンプなどを使って、上に進んでいってください。うん。まあ、そんな滑ることもなく、結構、前の方に行けば、山を登っていけるので、大丈夫だと思います。で、ここ山を登り切ったところに、メタキンが出るんですよ。あ、出た出た。一発で出たな。うん、メタキンがいるので、まあまあ、レシピを取りに行ったついでに、仲間にするなり、なんなりとやってください。まあ、倒すとね、美味しいのでね。倒しちゃいましょう。美味しい！仲間にはならなかったか。で、メタキンの反対側、こっち側ですね。ゴーレムがいるゾーンがあるんだけども、このゴーレムゾーンを先に行きますと、ここだね。メタルハンターの先。宝箱があります。ここですね。ここに、万人のマリネ、岩石風味。あ、岩石風味じゃない。岩石味だね。ここにありますので、ぜひ取ってください。地図としましては、オアシスの駅のね、ほんとものすごく近いです。ここですね。オアシスの駅がここで、この辺りになります。はい。ぜひ取ってください。あ、一個前のやつどこら辺か言ってなかったな。まあまあ、道を覚えたら大丈夫なんですけども、前回の場所が、下に潜ったところ。この辺です。うん。この辺。この辺にあって、今回がここ。で、もう一つが、この辺ですね。はい。まあ結構簡単な三つなので、ぜひ取ってください。うん。やっぱり食べ物がないと、強いやつも仲間にできませんので、まあ、できるだけ早めに取るといいと思います。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。